音でございます。12組目踊ってみた浜田さんです。お願いします。なぜここでも選ばれたのか。よく聞いてくれました。
これをね、結構長々と語りたかったんですよ。今回サブカルチャーパフォーマンストーナメントということで、サブカルチャーって一体何なんだろうっていうのを僕なりに考えさせてもらって、やっぱりサブカルチャーの語源って少数派芸術であったりとか、位の高い芸術のもっと落とした民間芸術みたいなものが、サブカルチャーの始まりなんですけど、今なんか結構アニメとかそういうのがサブカルチャーってもう総称して呼ばれてるけど、僕はアニメってもうだいぶ広まってきたから、本当の意味のサブカルチャーじゃないなっていうふうに思ってて、広まってる情報っていうよりもサブカルチャーってほんまに愛の塊やなって、僕こんな格好してるんですけど、普通に言ったらただの変態ですよね。ありがとうございます。でも、なんで僕がこういうことをするかっていうと、やっぱり今の世の中、なかなか好きなもの好きって言えない人が多いんで、僕が変態でも好きなもの好きって叫んでやろうっていう気持ちで、この衣装、僕の大好きな踊り手のペンタちゃん、足太ペンタちゃんっていうめちゃくちゃ可愛い踊り手がいるんですけど、その子の衣装を着て、その子のオリジナル振り付けを今日踊らせてもらいました。さらに、ちょっと待って、もっと硬いくらいに。黄緑に染まるっていう曲を今日踊らせてもらったんですけど、これが、基本的には女性の気持ちを歌った、恋心を歌った気持ちで、僕は恋もサブカルへの愛も同じようなものだなっていうふうに思ってて、本当に好きだって伝えたいけど相手にやっぱそっぽ向かれてしまったりとか、でもやっぱり希望を持たせてきたりとか、僕の踊ってみたいに出す愛も結構そんなとこがあって、結構いけるんかなと思ったらいけんかったりとか、でもやっぱり最終的には好きだよって叫びたいっていう、そんな思いを込めて今日この曲選んで踊らせてもらいました。めっちゃしゃべってます。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。すごく伝わりました。いつもね、元気はつらつじゃないですけど、それが浜田さんなのかなと思ってます。ありがとうございます。今日もその良さが出てたのかなと思って。ありがとうございます。はい、私からは以上です。ありがとうございます。素敵なダンスでした。ありがとうございます。はい、失礼ですけれども、おいくつですか？僕ね、年齢は27歳です。あ、はい、意外と平成生まれです。よく30代に思われるんですけど、はい、なんか不思議なもので、はい、結構すごい引き込まれるなっていうふうに思いまして。ありがとうございます。もちろん体のキレも良かったんですけども、やっぱりその頬を膨らましたりだとか、その表情の面ですごい細かいというか、ちゃんとしたところまで表現されてるなっていう、なんかもう浜田さんが可愛い女の子に見えてくるような錯覚を。ありがとうございます。ハイライトの消えた目で見てたんですけど。ちょっと今もう終わっちゃったんですけど。まだ終わらない。でも本当に素晴らしかったと思います。なんか他の動画とか上げられてるんですか？はい、上げてます。ちょっと他の動画を見させて。ありがとうございます。僕普段工場で踊ってるんで、作業着て踊ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。12組目踊ってみた浜田さんでした。ありがとうございました。お気持ちもありがとうございます。